涼しくなってきたので、ジャン君は冬用のベッドに入るようになりました。これにブランケットつけたり毛布っぽくしたりして冬を過ごします。そして今年こそはパパの膝の上も空いてますよ。ここ空いてますよって言ってるよ、ジャン君。それから膝の上に乗るようになったら、ぜひこの爪を切りたいです。隠された。嫌なの、ジャン君。はい、おやすみ。